はい、どうもしです。今日も盛りあかな動画撮っていきます。今日はガチャっすね。サジが来たので、まあ、回そうかなと思います。SP ガチャで、今のところね、ガチャ運が良かったことがないので、おそらく、あと15回で1体なんで、まあ1体、もし、1体2体かな取って終わりになるかなと思うので、まあ爆死する様をねみんなに見てもらえればなと思います。一応現状はかけら0個この辺のやつもね何も取ってないので、もう今俺が取る数がそのままサジの数っていう感じですね。一応見せとくか。はい、0です。で、67連回して、いくつになるかっていうところですね。で、サジがね、結構効果的には悪くないかなっていうところだったんで、まあ、後でか後日かわかんないけど、サジの紹介動画もあげるんで、そっちもぜひ見てください。はい、じゃあね、早速、ガチャを回していこうと思います。我が学弟子。はい。速攻でね、当たってくれりゃいいんだけど。おいー、いいねー。出だし最高か？おいー、10連回して、かけら10個ですね。1枚150円出すなんだけどね。はい。で、これで確定で当たりますよと。はい、こんにちは。腕つきは？これきついね。67連って何連、何かな、5000円ぐらい多分ねかかってると思うんですよねこれ。はい、ではね、もうちょっとね、もうちょっと当たってほしいんですけどね。ういー、いいね。かけら5個だけ。これ50連で多分、ね、1体確定なんだろうね。うい、10個。いいね。気持ちいい。やばすぎ。これ確率確か 4% とかのはずなんだよね。おい、当たった。いいじゃないですか。はい、おすごい、珍しくない？3体、60連で3体だったらもうこの時点でまあ運悪くないですね。多分ね、ガチャの確率見てないけど確か 4% とかだった気するんで。でもね、これ基本的にいらないものしか当たらないから、そこねちょっとなんとかしてほしいですね。上に、あ、いい、いいね。はい、で67回回しましたと。本で、私いくつになったのかと。え？あれ？死んだ？SP サージ、いなくなりました。え？ん？あれ？いたよね？なんでいないの？ああ。これ解放してないからいないってこと？これ普通のサジだもんね。あ、いた、あれ？え？すべてにはいるけど、軍にはいない。あ、あれ？あ、いたわ。いた、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 一番上にいたわ。わかりにくかった。なんで一番上にいるの、こいつ。まあいいや。はい。
で、280個っすね。え、ん？じゃあ UR2 にもならないと。はい。この程度の課金額では UR2 にはなりませんということですね。悲しいな。だから無課金の人は、まあ毎日ね、20個ずつ取っていくしかないので、それでちょっとずつね進めていくしかないですよね。今回もそうだけど、効果的には悪くないと思うんですけどだから SP 曹操が最優先で今だとなると思うんですけど、まあその次、あ、 SP 曹操か孫昌光かな。でその辺が終わってからでいいと思うので、まあね、無課金の人はゆっくりやりましょうということで、で課金者はこっから縦パがねちょっと増えるから、新武蔵は極力引くっていう感じになりそうですね。じゃあ次の動画でサジの動画あげるんで、ぜひそっちも見てください。というわけで今日の動画はここで終わりたいと思います。ありがとうございました。